昭和新山東屋カルデラとウス山と昭和新山の位置関係。昭和新山は北海道薄郡宗別町にある火山。四国島や国立公園内にあり、国の特別天然記念物に指定されている。また、ウス山と共に日本の地質百選に選定され、周辺地域が東屋湖ス山ジオパークとして日本ジオパーク、世界ジオパークに認定されている。 昭和19年に始まった噴火活動で隆起した。当時は太平洋戦争下であったが、送別郵便局だった三松正夫が観測記録を残した。なお、昭和新山の命名者は、日本の地球物理学の先駆者である、田中立愛吉の養子、田中立秀蔵である。ウっサんの河火山。デーサイト室の年性の高い溶岩により、 溶岩延長級が形成されている。形成当初の標高は400メートルを超えていたが、現在では、それが温度低下や浸食などの影響で398メートルまで縮んでいる。ウッサンの麓にあった平地に火山が形成された。山肌が赤色に見えるのは、かつての土壌が溶岩の熱で焼かれて、レンガのように固まったからである。そして、 川に運ばれ平地の地下に埋まるなどしていた石が溶岩によって持ち上げられたため昭和新山の中原には河原にあるような丸い石が場違いに転がっているのも見ることができる。なお、形成当初は前山が不毛の土地であったが、口実するように昭和新山は私有地にあるため登山などで自由に人が立ち入りすることができない。そのためか、 形成から70年以上経った現在では、屋根山の大部分が草木で覆われるようになっている。かつてこの地域は、東9万坪という広大な畑作地帯で、宗別川の川沿いには、深場という集落があった。集落名は鮭やマスの深場があったことに、由来している。辺りは、のどかな田園地帯であったが、山の隆起とともに、集落は消滅した。 その痕跡は崩壊した国鉄いぶり線の橋脚跡,跡などに残っている。昭和新山の初期国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成昭和新山のステレオ空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成三松正夫記念館薄さんと共に、 気象庁による常時観測火山に指定されている。山への立ち入りは禁止されており、特別な許可がなければ入山することができない。昭和新山は1943年12月から1945年9月までの2年間に17回の活発な火山活動を見せた溶岩ドームである。当時は第二次世界大戦の最中であり、世間の動揺を抑えるために、 噴火の事実は伏せられ、公的な観測を行うことができなかった。そのような状況下で、地元の郵便局長であった、三松正夫は、新山が成長していく詳細な観察記録を作成し、後に、三松ダイアグラムと命名され貴重な資料として評価された。火山の形成過程を人類が詳細に記録した唯一の例である。また、 ミマツはこの世界的に貴重な火山の保護と家や農場を失った住民の生活の支援のために山になってしまった土地を買い取った。そのため昭和新山はミマツ家の私有地でありニュージーランドのホワイト島等と同じく世界でも珍しい私有地にある火山となっている。1951年国の天然記念物に指定され1957年には 特別天然記念物に指定された。山麓には1988年4月会館の三松正夫記念館があり、三松による観測記録の資料が展示されている。館長の三松三郎は大学在学中、正夫の研究活動に感銘を受けて面会を求め、後にその孫娘を結婚した。記念館は2021年の日本火山学会普及啓発賞を受賞した。 ふもとには観光施設が集積しており、うっさんへのロープウェイが運行している。1989年からふもとで開催されている、雪合戦、昭和新山国際雪合戦は、北海道遺産の一つに選定されている。道央自動車道立てインターチェンジ、アブタ投薬 IC から共に来るまで、約15分。国道453号。 北海道道2号東野湖上り別線から北海道道703号東野湖公園線を利用する。ありがとうございます。